よめん、夜めんでごめんね。さあ、夜めんのコーナーがやってまいりました。てめんじゃないやんって突っ込みの声が聞こえてきそうでございますけれども、今日紹介するのはこちらでございます。元祖鶏ガラチキンラーメンご飯鶏五目。鶏ガラにで鶏五目ですからね。私ここのこれが気に入りましたね。あの味が炊けました。非常にキャッチーなですね、この素晴らしいコメントがついております。はい、これね、まあ、あのこのご飯シリーズレンジでだいたい5分ぐらいでできちゃうというですね、非常にお手軽に美味しい炊き込みご飯ができるシリーズでございますけれども、ついにこのご飯シリーズからチキンラーメン味の鶏五目が出たということで買っちゃいましたね。これですね、あの同時に出てたので、チキンラーメン焼きそばもあったんですけれども、今回はちょっとこちらのが完全にそそられましたので買ってみました。でこちらですね、だいたいレンジで5分やった後2分ぐらい蒸らすと美味しいということで、今ちょうど蒸らしの時間が終わりましたので、さあ開けてみたいと思います。じゃん。はい、こちらですね、開けた途端は見てください、非常にね、これね、このシリーズね、まずそうなんですね、パッと見。これをでもこうで、こうですね、ご飯をこうよくかき混ぜると、説明書にも書いてあります、こうかき混ぜてですね、このご飯をちゃんとふわふわの状態にすると、非常にこれね美味しいんですね。さあどうでしょう。うん、卵が見えますね。あと、うんね、ラーメンご飯ですからちゃんとラーメンも入ってます。どうですか、なかなか美味しそうにできてるんではないでしょうか。さあどうでしょうかね、いただいてみたいと思います。美味しそう。うん、うん、確かにね、チキンラーメンの入った入れて炊き込んだ鶏五目でございますけれども、五目感っていうのはあんまりないですかね。ご飯にやっぱりチキンラーメンのね、スープの味はすごくよく染み渡っとるんですけれども、五目感がないですねこれ。うん、うん、強いてあの揚げるとですね、このちょっと卵が感じられるぐらいですかね。うん、まあまあですかね。はい、まあまあでした。というわけでですね、まあちょっとでも小腹が空いた時なんかには非常に手軽にできますんで、よろしいかと思います。皆さんも食べる機会があったらぜひお試しください。それではさよなら、おやすみなさい。